こんにちは、プライムハーツです。今回はヘアカラーは髪がパサつくのはなぜという話をしたいと思います。特にご自身で染めたりとかしてると髪のパサパサした感じ、手触りが変わった、そう感じる方が多いのではないでしょうか。ヘアカラーをすると薬剤が入りやすいようにキューティクルの重なりを開くため髪のタンパク質が流れやすくなります。また髪の色を変化させるためにメラニン色素を壊してしまうので髪の中で空洞化が起こりパサつきやすくなります。明るくするヘアカラーになればなるほどアルカリ剤の利用が多くなるのでアルカリ性に強く傾きイオン結合が切断されるので負担は大きくなります。しかしヘアカラーの魅力は捨てがたいものです。そこでダメージを対策するとても大切になってきます。まず必要以上のブリーチをしないこと、もう一つはすでに明るくなった髪やダメージのある髪はアルカリタイプを下げて弱アルカリ、弱酸性カラーを使う。あと明るくしないのであれば植物系カラーの高層カラーもパサつかずツヤが出るのでおすすめです。以上のことから分かるように美容室ではダメージ対策をしっかりして施術するのに対しご自身でやるホームカラーはより傷むリスクが高くパサつきやすくなります。なので注意事項をしっかり守りながらヘアカラーを楽しんでください。では